ちにして魂食らうしかねえな。いやだよ、うちつわりで近づいてこないでよ。へい、頭別れをいいな。チョッパだ。キジリ、十字死闘。なんだおめえ、腕がギロチンに切った。あぶねえな、間一髪だぜ。体にチェーン巻くのが遅れてたら死んでたわ。上等だ。何者だお前。聞く耳持たねえってか。ジャスティン・ロー。あ？デスサイズの一人ですわ。デスサイズ？こいつが？あいつ。うん。爆音と共に現れる処刑人。4年前、13歳の時にデスサイズになった。史上最年少のデスサイズ。しかも職人のパートナーをつけず、たった一人で。死の神よ、我に力を。チフ先生の皆々様、相手もたった一人だけですし、とっとと終わらせるんでしばらく待っててくださいね。声でけえ。イヤホンのせいかしら。チッ、俺と同じ職人いらずの武器か。気に入らねえな。死神にへつらってそんなに楽しいか、お坊ちゃんよ。ともすごい魂の波長、力は互角。ソウル、あれが俺と同じ武器なのか。イライラすんだよ、出てみてえな。うさんくせえやつ見るとな。死神に飼いならされたクズが。厄介だ。異端者の話は聞く気もねえか。カルカンブラ、愛の頭突きです。やろう。次元が違いすぎてまるで参考にならない。こんな時に勉強か。真面目なやつだな。エンジンかかってきたぜ。いい加減イヤホン取ったらどうだ。何言っても聞く耳持たねえクソ野郎。唇の動きで分かっていますよ。汚い子だ、悪い子だ。どの真術が使えたのか。今までわざと聞こえないふりかよ。ムカつくな、お前。ギリコ。なんだこら。私、大声で怒鳴る子嫌いよ。なんだい、姉さん。ゴーレムのエネルギーがそろそろ切れますわ。退却しましょう。何？迎えも待っているわ。戦いの場ならこれからいくらでもあります。しょうがねえな。あとは頼んだぞ、ウォレム。あんなクソガキどうでもいいや。いずれぶっ殺す。待ちなさい、逃がしませんよ。ゼロナ、バカ。死神様からの器は渋先生と体験入学生の本。皆様伏せてください。派手に行きます。死の町におられる私たちの神、皆が征服されますように。祈りで魂の波長が上がっていく。死の神よ、私はあなたの平和の使命だ。私は正義の柱、信仰の刃。死神の皆によってロー・アバイディング・シルバーガン。
さあ